もどうもこんにちは。やっほこんにちは。明日のお昼、あ、そう、明日朝は、明日じゃないよ、間違えた。13日の話をしますね、今から。13日って皆さん指定席ですか？指定席？何？自由？上司も言った方がいい感じ？どっちなの？どっちなんだい？どっちなんだい？ライブは指定席。あ？じゃあいいや。上司も言っても意味ないか。じゃあ皆さんハルピを見つけてください。はい、お願いします。ちょっと一瞬待てたりします？待てますよね、皆さん。いい子だからみんななら待てるはず。すいません、ちょっとこれが早くなった。早く終わって、みんな優秀すぎて
13日のリハを今日やってたんですけど、早く終わって、だから暇になっちゃってそう、次の予定があるんですけど、そこまでめっちゃ時間あるやんってなったので、配信をしつつって感じです。1時間くらいはできる。あ、上下どっちか聞きたい。前だけどセンターじゃなかったから、心の準備、心の準備ね。どっち見たらいいかなみたいな。待って、でもちょっと待って、今私は頭の中をどっちだったか整理するね。これはこっちで、これこっち、こっち、こっち行くよ、こっちいる、こっち、こっち、割と下手が多いです。そう、ただ最初と最後は上手かもあとは基本下手にいる、ほぼ。まあもちろんこう動いたりするけど、上下行ったりするけど、曲のあれの感じで、私が花道行く方、いつもチーム B の公演の時チーム B の公演の時、私がいつも花道行く方です。はいわかんない、下手とか見てあんま分かんない。チーム B の公演の時いつも花道に行く方です。そっち側に基本います。何時ぐらいまで配信書かないと分かんないんだよね。ちょっと待ってね。書けるものがなかった。これの時間だから。どんぐらいショールームできそうかな。違うか、ここか、ここにこの時間に行くにはこの時間に行くには何時に、あ、1時間ぐらいは配信、1時間ちょいぐらいは配信できそう。1時間ちょいぐらい配信して、明日のためにちょっと自主練をしてかな。
割とできる。1時間ちょい配信しても見てくれんのかな、みんなこの時間。みんなずっといてくれる？みんなずっといてくれる？夜の方が多分人はでも来るよね。まあ、夜もやるけどきっと。でも明日は朝早いから。まあ、とりあえずできるだけぐらい配信します。そう、ここの今のこの時間はね、時間がちょっとね空くんですよね。人いなかったら自主練配信するのに人いるからできない、恥ずかしい。明日の公演の自主練配信、でも人の声とか言ったらあれか、人の声がするから恥ずかしいからやだ。みんなの声入っちゃうし。そこら辺にいる人がいなくなった。やるかもしれません。台風今どんな感じ？でも来るよね、13、14、15、16ここら辺の日。やだやだ、台風やめてやめて。やめて。もうちょっと待ってほしいね。早く行ってほしいどっちか。もう明日にはもうヒョーンって行くか、もうちょっと待つか、どっちか。15ならいいです。15、16、17ぐらいに日本にいるなら全然もう問題ない。13、14はやめてほしい。祈るしかできない。あ、ファミチキはさっきの食べ終わりました。そう、食べきった。
なんかリハの合間めっちゃお腹空いて、そう休憩時間みたいな時間にもぐもぐ食べた。美味しかったです。ごちそうさまでした。なんか冷蔵庫にゆで卵があるんですけど、私の今来る前に取ってくればよかったけど、そう取るの忘れてそのまま配信しに来ちゃって、したら取りに行くのめっちゃ気まずいな。めっちゃ気まずいな。今日さ、本当は朝マック買ってからここに来ようと思ったんですけど、私がマックに行けるってなった時間が10時半前だったんですよ。そうだから朝マックの時間はなんか朝マックじゃなくて普通のマックの時にハワイアンバーガーみたいな食べたいなと思ったから、朝マックの時間じゃないんだよね私が求めてるのと思ってやめました、マック買うの。あ、でもあれだよね、確か今日さ10日勝也がね、やばいよね、こんなアイドルやだよね、こんななんかさジャンキーのものばっか食べてるみたいなさ発言するアイドル嫌だよね。でも勝也が確か今日から、あ、ほら僕隊になってる、チーム B の公演だった日だったはずの日が僕隊になってる、悲しい。私はだからもう11日出たらもう出ないんで今月無理、悲しい、もう公演出ないです。あ、そうだ、あ、待って、そうだ、マネージャーさんにさ聞こうと思ったんだった、ちょっと待って、おられなかった、私が質問したかったマネージャーさんがおられなかったです。違う、今勝也の話をしますね。勝也が今日から15日まで確かなんか安いんですよね。そう、4品だけ安いんですよ皆さん、ぜひぜひとも。美味しそう、おろしカツ定食も美味しそう、やば全部うまそう。お持ち帰りに豚汁はついた、お持ち帰りにはつかないのか、お持ち帰りにつかないんだったらおろしカツ定食じゃない、意味ない、豚汁が飲みたかった。そう、勝也のカツ丼竹がなんと540円、税込みまあ600円です。600円弱、嬉しい。でも絶対お腹いっぱいになる。え、待って、明日私さ公演じゃん、やめようかな、顔パンパンにむくみそう、やめよう。15日までに皆さん行きましょう。で、私がそう、なんか僕対
やなんかこうさ、なんでチーム B 公演できないんだろうと思って、まあそりゃさ、いろんなメンバーがいろんなお仕事、他のお仕事あるからっていうのは分かってるんですよ。ってことはさ、私がどっか覚えれば、まあ、エリコちゃんが出てとかってなったら B 公演できんのかなと思って、その話を今日マネージャーさんに聞こうと思ったんですけど忘れてました。そう、今日あの直接いらっしゃったので聞こうと思ったんですけど忘れちゃってました。そう、でも迷ってます。なんかどっちにしろ8月は卒業公演が多いじゃないですか、この先も。だから覚えたとてもう公演の日程決まっちゃってるから出れないってなったら9月。でも9月は絶対さ、まずエリコちゃんも無理ですよね。普通に選抜組がチーム B3 人いるから、3人抜けるってなったらもう人数が足りないんですよ。で多分サッキーさんも舞台で出れないから、もう足りないの。そうだから私が新しいところを覚えたとて、もう一人誰かが覚えないと多分できない状況なんですよね。そう、他のメンバーがね、他の別のお仕事をしてるってことはいいことなの。そう、それはね AKB にとってはめっちゃプラスだからいいことなんだけど、橋本にとってはそう、まあ橋本が他のお仕事って話なんですけどしたいなっていう話ではあるんですけど、あ、頑張ります。お仕事もらえるように。そう、またチーム B、 チーム B って今何人いるんですか。まず1番クルちゃんでしょ。で2番がナーミン、3番ポジがいないんだよね。まあ、クルちゃん3番ポジが、そう、真帆ちゃんが多分選抜お仕事ってなったら出れないから、で4番私、5番がレミちゃん、6がアヤナンさん、7でもアヤナンさんもぶった、あでも9月になったら終わってる。7がサッキーさんだから、まあみずみんが来るとして、8がみなみちゃんだから、そう、やっぱ3来る、あむずいな。 B 公演回したいけどな。私が覚えたことで回せるなら私が全然覚えるんですけど、そう、私が覚えたところでエリコちゃんも選抜お仕事だから、多分私のところも誰もいなくなるんですよね。そう、いや嬉しいことだよ AKB にとっては、他のメンバーが舞台やったりとかしてるっていうのは素敵なことなんですよ。それは本当にいいこと、嬉しいこと、素敵なこと。なぎちゃんのポジションはくるちゃんがまあできるんですけど、でもそうなるとくるちゃんのポジションは真帆ちゃんなんですけど、真帆ちゃんが選抜さんだからってなったら、もう人が
いやそうなんだよね、もう僕たち本当にそうなんだよね。アシュラさんハートありがとうございます。僕たちしかないんだよね、もう。そう、そうなんだよね。うん、マジ僕たちいつまでやるんだろう。せっかく覚えたのに9月は僕たちやりません、10月もなしです、もうやりませんとかってなったらさ、覚えた意味、まあ覚え、まあ覚えたとってね、いつかはねどっかには役立つとは思うからとは思うんだけど、そう、なんか私こうやっぱ B ができない、 B ができないって言ってるじゃん。じゃあお前が覚えろよって思うじゃん、そりゃみんなは、みんなはっていうか、まあ他のファンの人からしたらさ、じゃあお前が覚えればいいじゃんってなるじゃん。でも私が覚えたところでこうチーム B は人数が回らないんですよって、じゃあ僕隊覚えればいいじゃんって言われるじゃん絶対。だからもう葛藤です。そう、でもこの間マリアちゃんの卒業公演の時に僕隊をチラッと見させて、チラッと前半とかぐらいだけ見させていただいたんですけど、なんか衣装がマジで可愛い、あのスカートがミニなのね。そう、割となんか他のっていうかアイドルの夜明け公演って割とオープニングスカートな割と長かったり、まあ途中短くなるけど、そう、でもなんか特攻服も長いしみたいな、残念少女も割と長めだし、そうでもない、長くない、短い、まあそんなめっちゃ短いわけでもないし、でもなんか僕隊のオープニングの衣装が可愛いなって思ったのと、私が全くやったことない曲が数曲しかなくて、そう5曲ぐらいしかなくて、なんかこんなに B の公演ができないと思ってなかったから、そう、なんかもう8月僕隊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 卒業公演卒業公演卒業公演みたいな感じじゃないですか。もうじゃあもう僕隊覚えなきゃ出れないのかもしれないって思ったら、そう、なんかでもプラスでじゃあ10月のね千秋楽があるじゃん、チーム B 公演もさ、他のチームの公演もってなった時に、それまでにその劇場の他の次の公演の演目まだ何になるかとか、リハがいつからとかも決まってないとは思うんだけど、それが始まります、そのリハが始まりますってなった時に、それもやりつつ自分で僕隊を覚えつつだったらもう頭パンクするなみたいな、だからすごい葛藤です。今僕隊に出たいけど覚えれる余裕があるのかなっていう、そう、で武道館ライブのあれもあるじゃん、曲のさ振り入れもあるじゃんってなったら、もう私の脳みそはどうなるんだみたいな感じ。そう、
そうだから私もなんか配信ばっかしてないで配信も大事だよ、めっちゃ大事なお仕事、お仕事っていうかまあ大事なファンの皆さんとの交流ツールだから私は大事にしていきたいけど、なんかアイドルだからステージで踊りたい、歌って踊ってパフォーマンスしたい、レッスン送りたいっていうのが強い分やっぱりそうね、ちょっとね頑張りたいなみたいな気持ち。なんかみんながもうどうしようみたいな、3日間続けて2公演なんだけどとかって言ってるメンバーとかいて、いやもう公演ないよりマシやんって思いながらそう私は何もね言ってないですけど、なんか3日間続けて2公演なのマジで無理みたいな、そういや公演あるだけ羨ましいよと思いながらもうわーってそう気持ちですだからでもその状況を打破するには自分が覚えなきゃいけないから、うん、頑張ろうって思います、思ってます今。そうめっちゃ羨ましい、この3連休全部2公演出るってめっちゃ羨ましい本当に本当に羨ましいですよ私からしたら、そんな嘆かないでって嘆かないでよって、そう泥明けが見れないわけではない、あ、まあ、みんなのスケジュールもあるかもしれないけど、ファンの皆さんのスケジュールでも泥明けはもう全くやらないわけではないので、そうみんなのスケジュールとまあうちらのメンバー次第みたいな感じではあるんですけど、まあ、何のせね、一回でもそれこそさ公演に出られるように私も頑張らなきゃいけないなって思ったし、なんかやっぱこうセナタンが卒業したことで本当にこんなにチーム B 公演ってセナタンに支えられてたんだって改めて思ったしそうえ本当にそうです、公園あるだけ羨ましいよって思いながらその話を聞いてました、私は P 、うん、はできないんだぞってが出れるように自分が動かなきゃいけないんだなって頑張んなきゃなって
出たいなっていう気持ちは、でも本当マリアちゃんの卒業公演を見てより強くなったけど、出れるかは別問題うん、出たい気持ちは強くなったけど出れるかは別問題ね。私がちゃんと覚えられるかは別問題。それとこれは違う問題そう、なんかでも AKB はもう人が多いから公演、いやまあ9年やってて本当に思った、余計に特に公演、この公演ができない現状を、自分の公演ができない現状をなんか改めて俯瞰して思ったのは、本当にマジで AKB は人が多いから待ってるだけじゃ本当に何もなんていうの、別にいっぱい他にも人いるし、ハルピョンが出なくてもハルピョンが公演やんなくても他のメンバーをいろんな公演で使うことだってできるしみたいな、やっぱそうなんだなって。他のアイドルグループってなかなかそういうことないじゃないですか。そうだからって言ってじゃあ AKB 辞めるのかってそういうことじゃないし、 AKB が好きで私は多分 AKB 以外のアイドル、いやわかんないですけどね、でも AKB 以外のアイドルをやるのかって言われたらなんか多分やらないんだろうなって思うし、 AKB 辞めたらわかんないけど今はそういう気持ちだし、だからだったらこの今の AKB48 でいろいろ時間をもっとなんか、私だっていつ卒業するかなんてそんな今はそんな気ないですけど、わからないから、だからこそ自分が動かなきゃいけないんだなって、こうチーム公演ができない現状を考えた時に思いましたね。待ってても大人数グループに手を差し伸べてくれる人はいないんだぞって。でもそうなんですよね、他のアイドルグループさんとかはじゃあステージに出れるのも全員じゃん絶対基本、だから確実にっていうのはあるよね。それはいいなって思う。そう、確実ではあるよね。結局 AKB を好きになって AKB にいるからなーっていう気持ちなんです。私は
そう、選抜ってものがないじゃん基本、他のアイドルさんって。でもさ、あんなに可愛い衣装をさ着れてさ、ほんと衣装にも細部にもこだわってくださるおしゃれカンパニーさんっていう方々がいてさ、まあ出れるメンバーは限られるけど毎日公演できる場所があってさ、メイクもさしていただける環境があってさ、本当に AKB ってめっちゃすごいんですよ。そう、だからこのチームこのグループに入りたいって思ったし、ティフ見てすごく思った。何を何を思ったんだろう、ちょっと次来るかな、何を思いました、何を思ったんだろう、すごく何を気になるこの人がティフを見て思ったこと、AKB が、あ、だるいやばい、だるいとか言っちゃったやだ、ねえ、一発で送ってよ、そんな文字数制限ないって、ポンって送ってよすべて一気に。東海道新幹線13日から16日、計画運休や運転見合わせの可能性、やばい、本当に本当にね、やだ、14日やめて、14日まだ来ないで、台風やだやだやだよ、台風来ちゃダメ、今じゃない、本当に今じゃない、ちょっと待ってお願いだからお願いだから、ちょっと待って、懐かしい、ちょっと待って、一回死んだふりして、懐かしい、生まれ変わってみよう、明日まで死ぬのをやめてみよう、そしたらなんだかあさっても何か始めたくなる、まだ早い騙されたと思ってどっちだっけ、下がる方だっけ、今谷のバス、今日は
何のバス？ね、本当に台風今じゃないんだけど、ちょっと空気読んでほしい。ちょっとだいぶ空気読んでほしい。本当にお願い、空気読んで、マジで。でも大体日本に上陸するときって熱帯低気圧みたいなのになってますよね。それでお願い頼むよ。頼むよ。雨ぐらいなら大丈夫だと思う。わかんないけど、いや、そのお仕事の内容もわかんないんだよね、うちらもまだ。そう、でもマネージャーさんにその話になった時に、台風だからなくなるってことはないですよねって一応聞きました。やだ、なくさないで、お願い。めっちゃ楽しみにしてるのに。でも8月運気ないんだよね、私。そう、明日ショールーム配信は、どうしよう、いつできるかな、ちょっとわかんない。明日の予定来てたはず。もうミッサー卒業公演の LINE に、あ、え、これ何、メイク時間、いや、キリあんのか、いや、わかんないな、朝やった方がいいかもな、一応。だってさ、卒業公演ブロックのさ、曲がさ、もし流れた時の気まずさよね、うちの。ってなっちゃう。だから朝多分起きれたら、てか起きなきゃ、起きて頑張って起きて朝やるとして、で夜終わってから、夜ね、どんぐらい終わってから時間かかるかとかわからないんだけど、うん、
終わってからもできたらなとは思いますね。まあ、最悪15分はねちょっとどっかでね確立さす確保したいなとは思ってます。15分だけでもどっかでやるぞって気持ちです。その時はその時でよろしくお願いします。なんかね、私ポケモンスリープっていうなんか今話題のあれを入れたんですよ。あのアプリを入れたんですけど、いつもフリブイ見ながら寝落ちしちゃうからそう、お布団の中でフリブイこうやって見ながら寝落ちしちゃうから、そう、あれってその寝るぞって決めて、なんかそのアプリを起動させて、なんか枕元に置いとかないと無理なんですけど、私はフリブイを見ながら寝落ちをしてしまうので、そう、絶対にできないそうだから、そう、寝言とかさ録音してほしいんだけどしてほしいんだけど寝落ちしちゃうのよ、その設定する前に。だからできないの、寝ちゃってるの私もう。待って、今何時？急に怖くなった。あ、びっくりした。寝るためのアプリじゃないですよね。寝るときになんかその設定したらポケモンが育つみたいなアプリ。そう。そう、でもその設定する前に寝ちゃうの。あ、聞いて。さっきお代理からお菓子もらった。あげるって言われてもらいました。優しい。お便りありがとう。嬉しい。優しいお便り。寒くなってきちゃった。そう、次の予定までになんか自主練をそうしようと思ってたんですけど、それで次の予定ちょっと夜っていうかその遅めにしたのね、時間を。でもそしたらなんかその今のレッスンとレッスンの合間にめっちゃ時間できて、そこの間に自主練したら、え、自主練いらんやんってなってまこの後配信終わってから1曲だけやりたい曲があるのでアンチだけやってやるんですけど。
アンチだけやります。さすがに福島イベのために美容院行ってきた、短くした、いいねいいね。てか私さ、髪の毛染めたの最後いつだろう。この間はあれだったんだよね、髪の毛染めるんじゃなくてストレートにしたから。そう、カラー別日にしましょうってなって、待って全然やってない、5月ゴールデンウィークぐらい最後にカラーしてしたの、やばくない？多分あれだ、あの生写真とか、あとウェルシアさんの撮影も多分違う、5月、そんなことないわ、6月ぐらいだった。でもウェルシアさんの髪色めっちゃ暗めに見える、気のせいか。この間のビーンのさ、コンサートのさグッズの髪色は、あれは多分入れた直後、割と髪暗くした直後なので、ウェルシアさんはでも割とあれか、自然な色合いか。でも全然行かなくてもねーって感じの髪色なんだよね最近。ちょっと、いやでも行くとしたら12なんですよね。でも順にわざわざ出たくないな。いいや、やばい、全然行かない。でもそしたら、でも頑張っての日も一日だから、うわ今日だったやん行く日。ちょっと待って、今日空いてます？無理か、今日この後予定入ってますもん。今日だったやん絶対、うち行くとしたら。で今日空いてたんだ、最悪だ、今日だったわ。今日美容院だったわ、ミスった、しくった。間違えた、まあ、いっか、しばらく色はこれでいきます。はい、まあでもそんななんかプリンだなとかって思わないじゃん別に、だからいいんです。ちょっと暗めにしたい気持ちはある、でも自然な色、2ヶ月経ってるから自然な色合いって感じ。3ヶ月か、5月頭だから3ヶ月経ってます、色入れてなくて、やば。でも仕事ないのに髪に色入れるのも違うかなって思うんで、そしたら4ヶ月ぐらい経つかも。やばいやばいやばい、変な色とかじゃないし、いや、
です。フラダンス知らない。何も聞いてない。当日じゃない当日じゃないかな。何も聞いてないです。さっぱり、うん、内容知らない。なんかレクチャーみたいなのあるそうですけどみたいな言われたけど、今日スタッフさんに、え、振り分先送ってって思いながら、まあむしろでも振り分来たらできるのが当然で、なんか出なきゃいけないけど何も知らないからもうできなくてもいいってことですよねはい、っていうぐらいの気持ちでいます今何も聞いてないからできなくても許されるってことですよねっていう感じ。そういうこと。何も聞いてないから初見チャレンジみたいな。そう、いや私昨日めっちゃ振り起こし頑張ったんですよ、この今日のレッスンの。そうでもみんななんか、まあ、振りは見てきたけどみたいな、立ち位置ここで初見ですみたいな感じだったのね。でもそれでできてて、私は多分それでやったらできないから、そう、私はあれをしなきゃ、練習をしなきゃできないの。だから練習必須、練習させてって感じそう。でもそのおかげで1回もではないけどチラ見はしたけど、立ち位置表をもうほぼゼロ見た回数。なんか列確認とかはやっぱ自分の番号は覚えてるけど、列確認はさ知らないじゃんだからそこのためとかだけには見たけど、あとずっと持ってるだけでゼロでした。すごい。これが普通なんだろうけどね。私は昨日時間があったからできたけど、時間なかったらできてないから、時間あってよかったって思いつつも、仕事したいなって思いつつも、努力家っていうか、やらないとできない。うん。やらないとできないからやるだけ。
私は振り覚えが遅いので人よりできない分やっていかないとできないから。でもマジであのチーム B コンサートの思い出以上だけは本当にもうなんか振り笛も見る気にもなれなくて無理すぎて、でもあれはほぼ初見で行ってだから全然めっちゃ時間かかった。なんかゆきりんさんとくるちゃんはすごい覚えるの早くて、そっから振り固めみたいな感じで自分のそのうんってなったところをちょっと頑張るみたいな感じだったけど、私はもう無理すぎてそうだ、とりあえず先生に教えてもらったことをやるみたいな感じ。もうであとはあれを振り入れしたのがもうほんと通しリハの2日前とかなんですよ。3日前とかか、うん2日前か。そうだから2日前に振り入れして、それをもうとにかく、まあ、通しリハはもうできなくても、通しリハをできなくてもとりあえず本番までには完璧にできなきゃと思って、そっから毎日練習したけど本番はできませんでした本番前のリハが一番うまくできました。もう悔しい、本当にそれが一番悔しいです。あんなに練習したのにって気持ち、そこが一番の心残り。あ、皆さんメタバース衣装展なんかありますよね、今やってるじゃないですか。これってさ、私がさみんなにさこの時間に入ろうって言ったらさ一緒に入れるもんなんですか。メタバースの AKB48 大衣装展っていうのがあって、そう、なんか今ここにいる人もいます、ファンの方で何人か。無理なのかな、できないのかな、一緒に入ろうって言ったら入れるやつじゃない。もしできるやつだったらさ一緒に入りたいよね。じゃない？アクセスキーちょっと入ってみよう。ここで入ってファンの方に出会えたら、できるってことだもんね。
むずいこのメタバース。めっちゃむずい。苦手この動かせるの。でも楽しい。いろんな衣装見れる。今日焼肉いいな、いいないいな。アルバム用めっちゃ衣装あるやん。あ、トイプー、トイプーだ。すごー。こんなに見れるんだ。高見さんのお服すごい。この対話ルームってとこ入ってみようかな。どうやって移動するの？こうだ。あれ？対話ルームどこだ。対談ルーム。あ、そういうこと？メンバーが対談してるのってことか。あ、私たちが対談できるわけじゃないんだ。私がファンの皆さんと対談できるのかと思った。めっちゃおもろい。しのぶさんとみなみちゃんとまほちゃんの対談のところで、エイトのコンサートとか休止コンサート前に青チェック衣装着たと来たじゃん。メンバーは多分嫌だったと思うのそんなこと思ってないですよ。私は着たいと思ってました。ってさ、もうさ、もう着れないやん。って思ったらさ、なんか着たいなって思う。すごい。ちょっとこれちゃんと見よう。ちゃんと時間あるときに見よう。こう真面目にゆきりんさんとしのぶさんのこういうのとか、めっちゃ見よう。ちょ、今何時？やばい、30分だ。
やばいやばい。あ、綾乃さんも配信してる。どこだろう、ここ。めっちゃお仕事の休憩中みたいな場所で配信してる綾乃さん。今来ました。あら、終わっちゃうんです。橋本さん、ちょっと一曲だけ自主練してから帰りたいから、帰れたいっていうか次の予定に行きたいので。あ、やばい、親指と人差し指ネイル塗るの忘れてる。塗らなきゃ明日までに。他の指は多分外れなさそうだから大丈夫。今日また多分夜配信すると思います。ちょっとしなかったらごめんなんだけど、多分する。その今日の予定の終わり時間次第って感じでもあるけど、まあ、絶対そんな24時とかまでにならないし。あとでも明日も朝早いので、うん、早く寝たいっていうのと、2公演だから体力温存しなきゃいけないっていうのと、帰ってお風呂も入りたいので、ちょっといろいろやること目白押しなんですけど、また見てください。通知いくようにフォローしといてね。ということで、ぜひ皆さんまたよろしくお願いします。それでは、そう、明日祝日だよ。だから2公演あるの。だから昼に来てってみんな言ったでしょ。昼来てね、待ってるよ。ランキング読みます。1位にゃーこさん、2位くじのだいごさん、3位あかあなのソルティさん、4位うさぎさん、5位、カーとぴょんずさん、6位うとうさん、7位エレメンツさん、8位、ケンキザキさん、9位アシュラさん、10位プルルぴょこぽこさん、10位クープーさん、8位ケンキザキさん、9位アシュラさん、10位プルルピョコポコさん、11位クープーさん、12位コペルさん、13位孫悟空さん、ありがとうございます。ありがとう。そして今日は3414人なので、せっかくなら14位バージョン R さん、ありがとうございます。ということで皆さんありがとうございました。また夜お会いしましょう。みんなも台風気をつけてね。とにかく13日と14日に日本にドーンって直撃しないことをマジで祈っててください。お願いします。ということで、ありがとうございました。ちょっと自主練一曲してから頑張ります。またね、バイバーイ。